この動画には、以下の要素が含まれます。それでもいいという方はこの先にどうぞ。神功を前線乗車します。本線だけね。はいはいどうも K です。今回は神功を前線乗りますが、その駅に行くために神急で行きましょう。ここは光が丘駅、岡壁快速の岡壁行きに乗っていきます。5番線からの発車です。今回は神島の方に行きます。神島の近くに岡壁があります。さあ乗りましょう。岡壁快速は光が丘に車で通過してきたので、ここからは各駅に停まります。ここが神島に行く分岐点、坂を下って、神崎から来る方と合流。光が丘から来る方は岡壁快速が2本通るだけなので単線でいいと思いますけどね。神島に到着。一応ここからも神港に行けます。さあ発車。そろそろ岡壁に着きます。岡壁で乗り換える時間はあまりないので、降りる支度をしていきましょう。もう見えます。岡壁に到着です。ここから急行に乗って終点の上君空港に行きます。ここから乗りましょう。停車駅は、神寄湖、神寄参道、神崎、東神崎、神寄、高速燻製、燻製3号、神君空港、です。次は神寄湖。一直線で着きます。神寄湖では少しだけレジャー施設があります。ここの駅舎ではジャングリの木材が使われています。さあ到着。こう渡ってカーブをします。ここからは緩やかなカーブに入ります。さあ神寄参道、この駅は神崎の隣で神寄市なので利用者爆増中です。さあ発車、次は神崎です。結構なカーブです。まだ渡りきらないのか。ここの駅神崎、人の駅であるので、一番利用者が多い駅でございます。10番線に到着です。神崎の初メロは G 鉄道様がフリーとして配布しています。次は東神崎です。ここら辺は海に近くて床下引き類の塩害での腐食がひどすぎて、車体を守るために壁ができたらしいです。他にもここは風が強いので、強風で電車が転倒した時に神急に落ちるか海に落ちるかの2択を避けるために 1m の安全地帯が設けられたらしいです。そんなことを話してたら東神崎を発車しました。早いねー。ここから神崎市営地下鉄と合流をします。竹原の手前までは神寄駅の構内ということになっています。神寄市街に入りました。神寄に到着。ここから燻製市に入るわけですが、結構街並みとか知らない人の方が多いですよね。なので今度街並み紹介でもしようと考えています。どこだ
第一課をゲットします。と、群生駅に入りましたね。ここで緊急のカラタ1と接続。次はお隣の群生産後です。カラタの方も次回の神候編で紹介しますよ。と、もうすぐ産後ですね。結構この日高見地方、省略名が多いんですよね。と、到着。ここでカラタ方面と分岐をしたり、車庫に入ったりします。ありがとうございました。お出口は右側です。到着ですね。到着ロビーでエンディング取りますか。折り返しの階級になるね。